こっちこっち、誰かいたか。今度は誰だろう。ほら、あそこ。誰だろう。あれって市松じゃない。俺。そうなんだ、市。へえ。そうなんだ。誰だあれ。みんなあの人のこと知ってる。知らない知らない。あんな普通に爽やかな高青年はうちの家にはおりません。おいおいおい、思い出の世界の中で死のうとするな。そうなんだよ本当に。確かにこの時の市松って友達いたんだよな。うん、まだ人付き合いというものを諦めてない時代だよね。ああ頑張っちゃってる。怖い。ずっと笑顔を絶やさないようにしてるんだけど。頑張っている。ねえ見て、肩組んで歩いてるよ。うわ、写真撮ってるよ。うわ、おう、イチ。あ、ハイタッチしたよ。ハイタッチ。この世の終わりです。でもそうだったな、この時の市松って頑張ってたんだよな。あ、待って。頑張ってはいるんだけど、ちょっとみんなの中に入っていけない感じも出ちゃってるんだよね。ああやばいね。あれ、元々の市松ちゃんが出てきちゃってる。大丈夫かな。ほら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 、出てきた出てきた。やばい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 。あ、やばいね。イチ。あ、戻った。この服似合うんじゃない。試着してみれば。試着。うん、ありがとう。試着してみるよ。頑張ってー。一松にもこんな時代があったか。ちょっとあいつ殺してくる。おいおいおい、思い出の世界の中で思い出の自分を殺そうとするんだ。今とはすごい変わりようだね。いいもん見たよ。お、あれ十四松じゃない。出ろ。ああ出た。一番ヤバい敵の十四松。おい、何を隠そう、お前が一番変わってんじゃねえか。何あの目、クソほど尖ってるよね。もう一回言うよ、クソほど尖ってるよね。ああいいんじゃねえよ、なんだよ。ああ、ほらついてらっしゃるよ。あんなの十四松じゃないよ。うわ見てあれ、タバコ吸ってない。タバコ、マジで。いや、エアタバコだった。見て、あれバイク乗ってない。バイク。いや、エアバイクだった。あれ、もしかしてあいつ尖り切れてなくない。ああ、無理してる感じあるね。ほら、油断すると、顔が元に戻るんだよ。何やってんのあれは。で、よく見たらズボンのチャックが開いてるぞ。しかもズボンを下げすぎてお尻が出ちゃってるぞ。何あれ、十四松兄さんも無理してたんだね。さあ目を開けようか、十四松。大丈夫です。目を開けよう。大丈夫です。いいから目を開けてちゃんと見るんだ。大丈夫。